ステージが決定され、お互いのキャラクターを選んでいきます。因縁朝からぬ両者がついに相まみえる。よろしくお願いします。いい戦いになりそうだ。注目のファーストラウンド、何が起きる？どっちも強そう。ダメージはそこまでない状況、まだまだわからない。だいぶ有利な状況ですね。画面端に追い詰めた。ここが大事。何か狙ってるんですか？ KO まで。実力差が感じられたようにも見えましたが、ここからどうするかですね。めちゃくちゃすごい攻めでしたね。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。一瞬の油断が命取りですよね。この距離で打ってきた。何これ、すごい派手でいいですね。あとはここでスクリュー叩きつける。逆転への長い道のり、走り切ることはできるか。見当たらない。大きなスキューサルスぞ。飛び道具をアクセントにきっかけをつかむか。ここでフィニッシュ。おお、しっかり倒しきりましたね。いいよ、この鋼の肉体。ラウンド1ファイト。これのファーストラウンドを両者何を思うか。どっちも強そう。コマンド投げ、飲み込まっていく。さあ壁まで追い込んだ。見事なパーフェクト、完全に読み切っていた。決着ですね。やや一方的になったラウンド、どうでしたでしょうか。いやー強い、強すぎるよ。でもまだわからない。ジャブルラリアットから、おっとここで SA 勝負をかけに来た。出た SA 技。レベル3選択、ゲージを大胆に使っていく。ザンギエフ大きいですね。どれだけ鍛えたらこうなるんですかね。投げて、ナイスナイス。倒しきる。決まった。ラウンド1ファイト。さあファーストラウンド、いきなりか、様子見するか。ビシバシやり合ってるところが見たいです。スーパーラッツをコンボに組み込んで火力を上げるか。プレイヤー2、先に体力リードしていく。だいぶ有利な状況ですね。読み合ってきた。プレイヤー2、さあ追い詰めた。 KO、 綺麗に決まりましたね。プレイヤー1、ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。今負けちゃった方に戻り返してほしいですね。さあ次のラウンドも見ていきましょう。目まぐるしく画面端が入れ替わる。ここで押し込みに行く。あまりにも危険な地上戦が続く。あとはここでスクリュー叩きつける。 SA 発動、そしてあこれかっこいいやつ。慎重ですね。これは通らないか。ちゃんとガードしてる、すごい。この間合いでスイート KO。 ナイスナイス、かっこいい。いいよ、この鋼の肉体が。ラウンド1ファイト。注目のファーストラウンド、いよいよ始まる。かっこいいとこ見たいです。ターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが、ダメージそんなに入るの。欲張りすぎたか。外れちゃった。さあこのスーパーアースはどうだ。これが SA 技ってやつですね。ジャンプ攻撃を引っ掛ける。どうなる。読み合ってきた。届いた。ナイスナイス、かっこいい。さあ今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。なんかこう魂のぶつかり合い的なものを感じました。今後の展開にも期待していきましょう。
インパクトの隙、打ち取れるか。やばいんじゃないですかこれ。飛びで攻めるか。うまく投げていた。この距離で打っていた。やばい。この SA は通らず。いいよいいよ、ナイスガン。いいよいいよ。一気に畳みかけたいところ。レイヤー2、頭上 KO。 おお、しっかり倒し切りましたね。この鋼の肉体や。ファーストラウンド開始。どちらが仕掛けるか始まりましたね。プレイヤーはまずは体力をリード。だいぶ有利な状況ですね。どうするどうする。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。何か狙ってるんですかねこれは。届いた。決着ですね。見てる我々にも伝わるほどのいいリズム。これを止めるのは難しそうですね。いや強すぎません？すごい気迫みたいなの感じます。ドライブインパクトの隙を狙えるか。外れちゃった。あとここでスクリュー叩きつける。プレイヤー1、ゲージよりこのチャンスを生かせるか。もう一発ぶっ飛ばす。うまく投げていた。追い詰めたこの状況、腕の見せ所。ここで SA 発動しているが、あっ KO。 綺麗に決まりましたね。盤石の立ち回りで危なげなし。お見事。強すぎ。すごい勢いでした。